Cマットに注目することにしましょう。敗者復活戦の4回戦です。ベラルーシのスマルとの対戦です。和田はここまで2勝1敗です。こちらがベラルーシのスマルです。62キロ級です。和田はイタリアの選手に敗れて敗者復活戦に回ってしまいました。こちら和田、昨日のイタリアの選手との試合ですけれども、スキラッチとの対戦でしたが2対2で延長に入って結果的には判定で敗れるという非常に残念な結果に終わりました。日本選手団も抗議をしましたけれども認められませんで、結果的には敗者復活戦に回ることになった和田貴浩と対戦するのはベラルーシのスマル。さん、はい、このスマルというのはどういう選手ですか？そうですね、バルセロナオリンピックではこの1階級した57キロ級で、銀メダルを取ってるんですね、はい、非常に飛行機投げ、タックルからの飛行機投げのコンビネーションとか、非常にうまい選手ですね。そうですか。でヨーロッパでも今年は2歳に入ってますね、はいはい、今回も、ね、マークしてた選手の一人なんですよ、和田選手もね。そうですか、はい、気を抜けないですね。そうしますと、はい、敗者復活戦といえども気を抜くことのできない相手。そうですね、ベラルーシのスマルとの対戦、試合時間5分、始まりました。和田は初戦でルーマニアのムムジエブにテクニカルフォール勝ち、2回戦でウズベキスタンのイスラモフに 3-2 で勝ちました。そして準々決勝でイタリアのスキラッチに思わぬ敗戦を喫してしまいまして敗者復活戦に回っています。今2勝1敗の成績です。あと4勝しますと3位が決まる。一緒に回りました、ね、はいはい、まず最初のポイントを取りました和田。やはり左手を脇締めてますね、特に和田スペシャルを防ごうとディフェンスするんですね。あ、決まりますよ。腕が決まれば回転できるんですね。この形から回りますといわゆる和田スペシャルですが、どうでしょうか、はい、これで、はい、回るか回るかな、ね、やっぱ研究してますね。レッグホールドから腕を決めて、はい、そして和田得意なローリングに、ね、はい、持ち込もうという和田のこの大会での和田スペシャルローリングは1回戦のムムジエブでは見られましたが、それ以降は出ていません ね。完全にディフェンスされてますよね。相手に読まれています。はい、組手争い。和田君もちょっと頭の位置が高いような気がしますね。そうですか、はい、和田が先取点を取っています。もっと膝にためを作ってね、もっとフェントを効かしてちょっともっと前に出た方がいいですね。ちょっと下がり気味ですね和田君もね、はい、さあ片足タックルに入る。この後ですね、クラッチを組んで立った方がいいですね。さあ立ち上がることができるでしょうか、はい、膝を立てないとこういった足を取られちゃうときついんですよね、あ、そうですか、はい、この硬直状態だと難しいですね、なかなか取るのは。ブレイクです。やはり自信を持ってどんどん行くべきですね、はい、はい、去年の世界選手権では第2位でした和田貴浩。しかもトップの選手と大接戦を演じまして判定で惜しくも第2位に位置した和田貴浩です。しかしこういう判定競技ですと微妙な競り合いの時は怖いですね。そうですね、ちょっとしたマットサイドのね、ちょっとした判断でね、はい、勝敗が分かれて明暗が分かれますから、ね、まあ、審判で見る角度によってもね、だから確実に誰が見てもポイントにするという技が本当に一番いいんでしょうけどね。ですね、はい、昨日のスキラッチ戦でも日本の下山監督を中心に抗議に走りましたが結局認められませんでした。で、ね、まあ、プロテストの結果もちょっとね、やはり判定は進めなかったですね。そうですね、依然としてポイントは1対0、和田がワンポイントリードしています。ワンポイントでは心もとない和田。そうですね、どうしても3点取らないとちょっと不安ですよね。見てる方としても不安だし、はい、まあ、昨日はスキラッチ戦2ポイントを先に上げてこのまま逃げ切るかというそんな空気も少しありました。 それがむしろ話題にとりましては、そうですね、
心の隙になったでしょうかね。はい、そうですね、もう1点というところなんですけどね。そうでしたね。そのパーテルポジションですね。パーテルポジションからのスマルの攻撃です。はい、スマルもグラウンド技術はたくさん持ってますからね、寝技の技術は。はい、ですからこれは完全にしのいでスタンドまで我慢するという形でしょうね。腕を決められるとちょっと危険なんですね。そうですか。はい、今切りましたけどまだ大丈夫です。はい、ブレイク逃れました。まあ、しかしこのパーテルポジションでパッシブを取られますと後々あのボディーブローのように効いていきますからね。そうですね。判定の材料ではマイナス材料になってしまいます。はい、まあ、もうちょっと足の動きが悪いようですね。そうですか。今みたいなフェントをかけていればいいんですけどね。今も単発で終わったんですね。あれが 2,3 回続いた状態でこのタックル引き落としが入るんですが、今1回ですもんね、フェントかけたのもね。膝のためがちょっとないような気がしますね。担いだこの後なんですね。一気に行かないとなかなか取れないんですね。動きが止まりますね。はい、やはり追い詰めて追い詰めて相手が乗ってくるところとかね、はい、引き落として上がってくるところだとうまく取れるんですけどね。そのタイミングで中に入って、ね、やっぱ一気にちょっと下がってますよね。はい、さあ入るか、片足タックル、これは取れるでしょう。足を乗った、後ろに回るか、頭を出せばいいですね。まだ不十分か、はい、ポイントですね。ポイントを加えました、はい、2ポイント、あと1分です。もう少し引き手を取ってれば倒すときね、あの3点入るんですけどね。あと1ポイント上げますと、そうですね、5分の試合時間で決着がつきますが、はい、やはり倒す瞬間に肩をうまく返すことが必要ですね。そうですか。そうすればワンチャンスで3点取れますからね。30秒を切りました。このままで5分が終了しますと延長戦に入りま す、ね、これはもう一発取りたいですね。欲しいですね。是が非でも欲しい。あと1ポイント、和田貴博、入れれば取れるんですけどね、和田君もね。危ない、あまり下がってるとこれパッシブいきますからね。あと15秒ですね。はい、まあ、昨日の準々決勝のスキラッチ戦も2ポイントリードして追いつかれて延長に入って判定で敗れるという。そうですね、同じようなパターンでした。さあこれで取れるか、ありました、ね、はい、これで3ポイント、まず間違いありません、はい、3対0、そうですね、和田が勝ちました。入れば取れるんですよ、和田君もね。そうですね、自信持って入るといいと思いますけどね。敗者復活4回戦を突破して、はい、これで3勝1敗になりました。そうですね、勝ちましたので、あとは敗者復活5回戦でウズベキスタンのイスラモフと対戦することになりました。和田はあと3勝しますと3位ですね。ね、銅メダル確定です。あと3回勝たなければなりません。